アナログシンセサイザーミニモーグアナログシンセサイザーはシンセサイザーの中でアナログ回路を用いて音声合成を行う機種に対する故障。1920年代の電子工学の黎明期から一部の愛好家の間で低周波発信を利用した電子鍵盤楽器が制作されており、その後、1940年代から1960年代に電子工学の進展により徐々に 電子楽器への電子工学の普及が進み、改良が施された。電子鍵盤楽器製作の愛好家の一部は後に、メーカーになったものもある。日本国内でも、初歩のラジオ誌で1977年1月号から1978年3月号まで、ミュージックシンセサイザーの回路から、製作、徹底ガイドが連載されるなど、一部の愛好家の間で自作された。 1960年代半ばのシンセサイザー実用化以来1980年代半ばまでのシンセサイザーはアナログ回路を用いたものだったが技術の進展に伴い登場した安価で多機能なデジタルシンセサイザーの普及により生産台数は減少したしかし1990年代後半からアナログ独特の音質と機能が再評価され21世紀に 入るといくつかの会社からアナログシンセサイザーが新たに発売された。発売終了後、数十年を経たミニモーグやプロフェット語などが名器あるいはヴィンテージ機としてこだわりを持つミュージシャンに愛用されている。デジタル音源の普及とともに一時期捨てれていたが、近年アナログシンセが各方面で見直され、各社から往年の名器の復刻や、 雑誌の特集でも取り上げらたり、関連書籍が出版されるなど、一部で復活の機運が高まりつつある。アナログシンセサイザーは、基本的に以下の回路で構成される。音声信号を担当する機能は、以下の3つである。この3つの機能によって、倍音が豊かな基本信号から、フィルター回路によって、任意の倍音を抜き最後に音量を決定する。これを、減算方式と呼ぶ。 その際に重要な点は3つの機能がすべて電圧で制御できるようになっていること。これによって下記の制御信号を発信する回路から任意の電圧を加えて音程、音色、音量を制御することが可能になった。エンベロープの構成要素 A、D、S、R 上の3つの機能を制御する回路は主として以下のものがある。上記の基本機能に加え、 より多彩な音響構成を実現するために、下記のような追加機能を提供する機種もある。モジュラーシンセサイザーの場合は、パッチケーブルにより各機能ブロックの任意接続が可能なので、より柔軟に音声信号に変調をかけることが可能である。アナログシンセサイザーは、大別して2種類の情報を電圧として送受信することで、各機能を制御する。 電圧制御式の先駆的存在であるモーグシンセサイザーは、この制御電圧を1オクターブ、1ボルトと定義し、他のメーカーもおおむねこれに習った。このため、シンセサイザーは、メーカーの別に関わりなく、制御信号をケーブルで接続して、混合使用することが可能であり、任意のメーカーの鍵盤やシーケンサーで異なったメーカーの音源を制御することも可能だった。 ただし単音一つにつき CV とゲートの情報をそれぞれ別のケーブルで送る必要があった。そのため配置や接続に必要な機材と手間は膨大なものとなり精密機械であるシンセサイザーの接続であるがゆえのトラブルも少なくなかった。さらにポリフォニックシンセサイザーの登場で操縦信情報量が増加した。これらの状況に対して各メーカーは それぞれ独自の対応企画を考案していたが、デジタル技術の進展に伴い、1983年にメーカー間の協議でミディが正式に企画化された。1960年から1980年頃に製造されたアナログシンセサイザーは、気温の変化が回路に大きく影響したため、まるで感覚器や弦楽器のような演奏時の調律が必須であり、 演奏者やスタッフの悩みの種となっていた。例えば、初期の YMO のコンサートでは、開演の数時間前から本番と同様の照明を当てて、本番開始時に温度変化が生じないようにされた。その対策として、チューニングの自動化をしたものや発信機部分だけをデジタル化したものもあった。1970年代後半には、ポリフォニックシンセサイザーも登場した。だが、 和音を出したり凝った音色を作るためには必然的に高価で大規模な電子回路が必要となる。1980年代後半には安価なデジタルシンセサイザーの発売により出荷台数は減少したがアナログシンセサイザー自体の特徴的な音色や直感的な操作性はデジタル登場後も定評がありその結果アナログシンセサイザーとデジタルシンセサイザー双方の 良さを集約したハイブリッドタイプも登場している。古いアナログシンセサイザーの音色に独特の暖かさや華やかさがあるとしてアマチュアプロを問わず現在でも愛用する奏者は多い。だが時代の変化につれ古いアナログシンセサイザーに用いられた電子部品が入手困難となり修理しにくい状況が発生している。 純正部品が手に入らず、電子部品として等価ではあるが、型番の違う別の部品を使用すると、修理の結果、元の物理的な特性が再現されず、性能、機能、味わいが薄れて、楽器としては等価でなくなってしまうとして問題視する演奏者も少なくない。ありがとうございます。